あ、ここからはゲストコーナーです、うん、今夜はこちらの方々をお迎えしましょう。みるみる、あ、うん、おいっていうなお前よくないってばっかり言ってた。みるみる、ああすいません、すいません、矢吹さんがまだ出てこない。みるみる、あ、よかったよかった、そうそう、こんにちは、こんにちは、お願いします、お願いします。 HKT48 の矢吹奈子です。田中美久です。本庄ひろなです。あ、そうですか、はい、ここからは HKT48 から矢吹奈子さん、田中美久さん、運庄ひろなさんにリモートでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと怖かったですね、今ね。ちょっと怖かったかもな。何が、ちょっとやっぱそのね、向こうはどっから入ったらいいかなってさ、うん、ちょっと探るから分かんない。そう、あ、そうか、そう、見る見るってさ、見る見るなんて話したことないからさ、うん、確かに戸惑うのよ、うん、おい、もう一回見る見るって呼びかけるとか、そう、そう、当たり前じゃないもん、ね、そうそうそう、当たり前じゃないよ、ね、ちょっと怖かったな今。ごめんなさい、ごめんなさい、初登場ですからね、HKT さん。そうですか、ありがたいですね、僕からすいませんね、本当に。アベマの番組で矢吹さんとご一緒だったんですね。まあ MC を一緒にやらせていただいてね、はい、はい、そうかそうか、もうね、結構経ちますから、うんうん、まあ久々の、はい、その時は現場に田中さんと運庄さんはいらっしゃらなかったのか。いましたよ、いらっしゃいましたよ、お前、いましたよ、いました、いたんだよいた、いた上での話をした、試したの、トークしたでしょ、試したんだよ、トークしたよ、覚えてるよ、お前覚えてるだろ、たくみ、何話したの。何話した。じゃあまず田中さんとで、田中さんとお前何話したか言ってみ田中さん、僕喋りました、もう喋ってません、あー喋ってない、ほら危ない、お前試されてる、お、いいね、お前、うん、覚えてんじゃん、やっぱ覚えてる、覚えてるって、お前引っかかんないじゃん、うん、じゃあお前バシー、お前運庄さんと何話したか言ってみろ、お前喋ってないですよね、喋ってないんです。おお、いいじゃん。そんなに喋ってないことありますねえ、やぶきさんも、やぶきさんも僕らと喋ってないですもんね。喋りましたよ。それは喋ったよ。喋りましたよ。めちゃめちゃ喋ったの。同じ MC だったんだから。喋りました。はい。何喋りましたっけ。ごめんなさい、忘れました。どうですよね。矢吹さん、何おっしゃってたかな、その時。あ、でも韓国語話せるみたいな感じで。ああ、そうですね。そうかそうか。ゲストにも韓国の方いらっしゃったから。はい、はい、そうです。そうそう、矢吹さんがもう普通に韓国語で話してくれて。あ、そうですね。リモートでつないでね。そうそう。そうです。ああ、そう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 。リモートで、韓国のアーティストの方とつないで、矢吹さんがちょっと会話してくれるみたいな。その時か。一緒に MC やった時だ。そうです。いや、そうです。ずっと言ってるから。あ、言ってる。ずっと言ってるから。そうです。どうしたお前、それはヒントに。ありましたね。あったあったあった。はい、そうそうそう。めっちゃ喋りましたね。めちゃくちゃ喋ったわけですよ。はい、うん、オンでね。オンでって、まあ、そうそう、オフじゃん。オフでも喋ったんでしょうけどね。うん、韓国語。あ、アジアンダンスボーカルグループ大集合スペシャルか。そうそう。そうです、そうです。アジアンダンスボーカルグループ大集合スペシャルだったんだ、あれは。そうだよ、不思議な番組だったな。不思議な番組でしたよね。うん、池袋だっけ、池袋で撮ったやつだね。あれ、そうだったっけ、池袋じゃなくない、そこら辺はいいんじゃない、あ、これ池袋か。あの、この間イートさんと一緒に、あれとあそこでな、あ、そうそう、あ、ちょっと場所は違う、そうそうそう、ちょっとだけね、うん、その際、うん、匠はなんなら矢吹さんから韓国語の自己紹介を教えてもらってたと。確かに、あれ、はい、教えましたね、矢吹さんね、うん、めちゃくちゃ簡単な言葉を教えました、うんうん、覚えてませんかね。いや、覚えてると思うよ、匠はその辺記憶力いいから。あ、え、何でしょ、韓国語で自分の自己紹介、うん、また何でしたっけ、泣きないじゃん、匠、お前何でも覚えてんだから、後藤匠、うん、わかんない、なんかわかんない韓国語のなんか韓国語の言っちゃいけない言葉とかがなんかねえよ、お前。ねえよ。そんなの当たり前突破に逆に出てくるわけないだろ、韓国語の放送禁止用語の方が、お前。じゃあ、その時は、四千頭身イムニダーっていうのを。イムニダー。イムニダー。イムニダだ。イムニダだよ。お前、イムニダだから、あれじゃない、うん、韓国のアーティストの方と繋いだ時に結構使ってたのかな、うんうん。言ってたと思う。笑ってくれてたよ、なんか。そうだよな。うん、そうだ、嬉しかったんだ。わーってしてくれてました、ね、うんうん、まあでもその時は矢吹さん確かにね、たくさんその韓国語だったり一緒に MC もやったからね、うん、絡まさせていただきましたけど、うん、
それで田中さん、雲上さんは、その時はね、その、深掘ることはできなかったわけですから。確かに、確かに。どうです？趣味特技だったり、それなんかありますか？それぞれ。田中の趣味は、ほっぺたを伸ばすことが特技なんですけど、ラジオでは伝わらないので、今思いついた特技でいいですか？いや、すごい、そんなの、ね、思いつけるぐらい。うんじゃいましょう、ここで一個特技。はい。私、後藤さんの真似ができます。え？あ、これはでも、いいですね。二人目じゃない匠のモノマネしてくれるのって。うん、え、他いたいいですか？この、うん。はい。どうも後藤です。はい、そうですね、頑張っていきましょう。めっちゃ似てる。似てる。どっちが喋ってるか分かんない。頑張っていきましょうなんて言ったことないよ。あれ今で田中さんが喋ってる。お決まり。お前のブリッジ前向きな後藤さんになってしまいました。前向きでしたね。ブリッジだろお前の。頑張っていきましょう。言ってないよ。頑張っていかない、いかなあかんと思ってますけども。言ったことあるかな。四千頭身ですとも言わないんだから。漫才の誰なんだよお前。誰なんだ。お前誰なんだじゃん。あのさとか言って喋り出すけどお前誰なんですか。いや似てるんだ。似てるよ。似てるんじゃ分からない。初めてやったんですよ。やってっていいと思う。うん。ありがとうございます。あ、俺今ありがとうございます。どっちが言った？どっちでいい？いや俺感謝することないもんだって別に。うわ、わかんないわ全然。ありがとうございます。あ、田中さんいや全然そんな。あ、たくみ全然そんなそんな。いや俺じゃないよ。あ、やばい、わかんなくなっちゃった。あ、もううわ、もうわかんなくなっちゃう。こんがらがっちゃう。わかんなくなっちゃうから。わかんなくなっちゃうからこれ。わかんなくなっちゃうからこれ。参っちゃうな。参っちゃうよ本当に。雲上さん、雲上さんね。雲上です。ありますね。私は特技がスキーですね。アルペンスキーが。あ、アルペンかスキーできるんですか。私にはやってもらってるけど、やってもらってるけど、やっぱラジオじゃ伝わんないからね。アルペン大回転の方やってもらってますけどもね。すごいですね、やっぱ。雪で。でも、ナッピは結構すごくて、球を持ってるんですよね。へぇ。そうです。シニアの1球っていう球を持ってます。球すごい。スキーの、北海道出身なので。北海道出身なんですね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。これどんぐらいやってるんですか。ちっちゃい頃からやってらっしゃる。4歳ぐらいからずっと、学校でもスキー授業っていうのがあるので、やってました。それは素手でしながら大きくなったみたいなもんだ。いや、そうだね。そうなんだ。スキーと共に生きてきたみたいなもんだよ。スキーしてる最中にもちょっとずつ身長伸びてってことでしたか。そう。で、スキーしてる最中に HKT になれた。全部、どんな時もスキーした上で私は大きくなったんだと。特技だなぁ。スキーやってる時に電話かかってきて、電話取ったら HKT 合格ですってことだもんね。そうだった。あ、すごい。すごい。あ、でも、そしたら、そっか、北海道でもともと生まれ育ったってことですよね。はい、そうです。で福岡で活動してる。うんうん、はい、高校3年生から福岡に行きました。うわ、もうめっちゃ遠いじゃん。うわ、大変ですね。はい、だから反対ですね。反対だ。はい。今も拠点は福岡なんですか？福岡でずっとやってます。そうだろう、HKT だから。じゃあ、わかちょっと事情が一瞬こんがらがっちゃって。今、じゃあ恋しいですね、北海道はね。そうですね、帰りたくたまになっちゃいますね。だからそんな時も、スキー一個でやっぱ、確かにスキー一個で私北海道まで帰ってくんだって。スキー板さえあれば北海道まで帰ってくる。上がってくる。どうやって上がってくんだね。スキーでやっぱ登ってるから、上に上に。下るスポーツだけどね。さあ、まあね、ちょっと滑ったところで。我々のね、なんで返してもいいかちょっと難しい。スキーのようにね。ね、全然面白くなったところで。スキーのように。じゃあ、まだまだお付き合いいただきたいんで、ここで一曲お届けしていただいてもいいですか？はい、もらいましょうか。HKT48 で悲しみの浄化装置。四千頭身が生放送でお送りしている四千ミルク。この時間は HKT48 から矢吹奈子さん、田中美久さん、雲上ひろなさんにリモートでお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、アンケート、3名ともね答えていただいているので、はい、一個ずつ聞いていきたいと思うのですが、はい、何からっていうか何を聞いておこうかな。そしたら過去にやってしまった失敗エピソードかな。みんなそれぞれなんかいろいろ失敗してそうなので、失敗しますね。はい、何かと失敗してるということで、はい、うわ、みんな結構
結構な失敗してるな。本当ですか。田中さんから聞くか。はい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 。いいですか話して。いいですよ。はい、私はデリバリーをよくするんですけど、はい、その際に深夜に本当にラーメンが食べたくなってしまって、ラーメンをデリバリーしたんですよね。はい、なんかまさかの自分で作る式で送られてきて、たまにある。ありますよね。はい、で自分が作るその作り方が分からず、麺を茹でないで食べてしまいました。やばいよ。はい。気づかずってことですよ。でも麺は茹でるじゃないですか。その入れる手順が分かんないとかあるよ。なんかもう茹でてきてると思って思ったんですよ。さすがにで結構私常識がないので、わかりますよ今の時点で、はい、今の時点で結構伝わってきました。なんなくて、でそのコップはあったかかったから、はい、コップで茹でるんかなみたいな感じになって、そのまま麺をスープにドボンしたんですけど、硬かったですね。でも美味しくいただきました。そんなわけないんですよ。もっと美味しくいただけたはずなのに。ね、うん、どこに気使ったことない。お腹壊したとかもない。ない、お腹強いんで日頃から大丈夫ですね。お腹強いとかなのか、もはや、茹でられてたのかな。お腹強いのが良くないのかもしれない。だから一回壊すべきなんですよ、こういうの失敗してね、でもなんか結構失敗するんで日頃から生きてて、はいはい、まあ慣れっこですね。こうしていただかないとダメだな、これは逆に。雲上さん、雲上さん、はい、この夏やりたいことエグいやん。雲上さん、はい、そうですね。失敗エピソードもすごいんだよな。失敗エピソード、私は、はいですね。初めて、こう、選抜っていうのが、フォーティエイトグループあって、はいはい、全員から16人絞られて、はい、こう、シングル曲に参加できるんですけど、はい、私は初めて、こう、選抜に選んでいただいたときに、はいはい、一番後輩だったんですけど、はい、ちょっと寝坊してしまって、早期に乗り遅れてしまって、その日に振り入れとかも全部あったんですけど、参加できずに、当時指原さんとかもいらっしゃったので、みんなの前で謝りました。はい。震えるやつよ。怖い。はい。震えました。言い訳しなかったんですか？言い訳できなかったですね。もう寝坊だったので。朝早かった。朝始発で、もう気づいたら飛行機の時間で。うわ。どこ行きだったんですか、それは。それはもう東京行きです。福岡から東京で間に合ってたんですね。16には間に合ったんですけど、音楽番組の、はい、でもフリーレが間に合わなくて、先生にマンツーマンで教えてもらって、はい、なんとか覚えたんですけど、恥ずかしかったですね。まず寝坊が、いやいや、恥ずかしいとこの、はい、恥ずかしいとかじゃないんですよ、多分この寝坊って。怖いな、その想像しただけで。そういうのですよ、失敗エピソードって。麺を茹でないで食ってしまったって。それ、豪華エピソードですから、どちらかというと。失敗っていうか。こういうのですよ、失敗エピソードは。恥ずかしいってのも意味わかんないですけど、それ収録で転んじゃったのかってわかるけど、でも、はい、やる気がないと思われたかなと。いやー、確かに、まあまあね。仕方ないけどな、ね。失敗あるわけだから。矢吹さんもあるでしょう、はい、失敗エピソード。私はですね、コンサートの時なんですけど、はいはい、コンサートの、何ヶ月前かな、3ヶ月か2ヶ月前くらいに、はい、急に、ギターをやってくれと言われたんです。はい、なるほど。で、ギターを人生で初めて触って、で弾き語りしなきゃいけなかったんで、歌も覚えて、ギターを覚えなきゃいけなかったんですけど、本番の1ヶ月前に、こう、全体のリハーサルがあったんですね。はい。で、その時に、ちょっとまだ、うる覚えっていうか、なんか、その、ちょっと全然できない状態で行っちゃったんですよ。はい、はい、まだ馴染んでなかった。その時に、こう、指原さんもリハーサルに参加してたんですけど、うん、もう全くできない私を見て、激怒しちゃって、怖そう、もう、私が話しかけても、こっちを見てくれない。うわ、もう、ずっと口を聞かないっていう状態になって、うわ、これ終わったって思いながら、もう本番1週間前のリハーサルまでに、もうひたすら、練習して、頑張って完璧にして、
小出指原さんと中尾直樹さん、指原さんもできることが分かってたんだろうな。そうね、いやまあそうね、できるんだったらちゃんとやってく、うん、まあ指原さんでもストイックなんだろうな。そうね、かっこいいな、なんかな、なんかだったんだな、ちゃんとやっぱちゃんと注意してくださるので本当に成長できますね。すごいな、めっちゃ失敗やん。もうやっぱ当たり前にバラエティー上のイメージ強すぎて、うん、アイドルやってた頃のイメージがやっぱこういまいち浮かばなくなる瞬間だよね、やっぱ星野さんとかってもう貫禄、確かに、ね、そのバラエティーの貫禄が強すぎてさ、アイドル現役の時からもうバラエティー女王だったからね。そうそうそう、でもやっぱこうやってリハーサルに参加してとかもやってたわけだもん。この頃でも忙しかったわけですよね、指原さんって常にね、確かに、はい、それはすごいな。指原さんも覚えてきてたってことですもんね。そうですね、それは本当にもう完璧です、毎回すごいよ。でも2、3ヶ月前にギター覚えろって言われるのも酷な話ですね。確かにね、なかなか難しいよね、すごいな。でもチャンスをこう与えてくれたので、うん、まあそのリハーサルまでにその期待に応えられなかったのはもう私のもう大失敗ですね。いやこういうことよね、失敗って。やっぱなんだ麺茹でねえでそれだよ、やってください、失敗って言うと、まあ、あんた次第だろ、だったら麺茹でないからってのはおかしいだろこれもう言うてねえ、おかしいことはないんだけどねえ、でお腹壊したんですかって、お腹は壊しません、強いので鉄人じゃないですか、一人だけ鉄人エピソードですよ、イグリスってこういうすごいな、皆さんそれぞれね、やっぱ人柄の出る、そうですね、失敗そうですね、うんうん、じゃあちょっと作品について伺っていきたいと思います。ニューシングルの B さんはなぜ亡くなるのかが本日発売されたということですけども、こちらどんなシングルになってますか。あ、こちらはですね、1年1ヶ月ぶりのシングル発売になっていて、久しぶりの夏曲で、うん、はい、先ほど別バージョンのミュージックビデオを YouTube に公開させていただいたんですけれども、本当に夏満載でメンバーみんなでわちゃわちゃしてるので、楽しい思い出を一緒に作れたらいいなと思っています。なるほど、はいはい、夏曲で矢吹さんがシングルで初センターということですけども、はいはい、どうですか、センター務めてみて。いや、まずは嬉しかったですね。そして選抜にどんどん後輩も増えてきて、こう前に、今まではずっと先輩の背中を見てたんですけど、これからは後輩にこう、いい背中を見せられるように、みんなを引っ張っていけるようにっていう気持ちで、そうですよ、素晴らしい心意気ですよ、うん。練習不足の人がいたらもう無視してますよね。見向きもしない、ね。時には、うん、時にはそういうの大事です、ね。成功したら向き合ってあげて。はい、あ、わかりましたって言ってた。ミュージックビデオがもうすぐ200万再生で、すごいね、こちら撮影大変でしたが、なんかゲームっぽい世界観というコンセプトがあるらしいですけども、どう。そうですね、今回はすごく新しいミュージックビデオになっていて、あの VFX スタジオっていう女性アイドルでは初めてのスタジオで撮影したんですけど、こう映像を見るとグリーンバックで撮ったのかなっていうふうに思われる映像なんですけど、実は LED で四方八方が囲まれているスタジオで、本当にこう新しい雰囲気の中撮影しました。なるほど、はい、すごいところで撮ったんですね、うん、はい。なんかその他お知らせとかってございますか。はい、 HKT48 のツアー2022ファイナルが7月23日に福岡市民会館大ホールにて開催されるので、ぜひ遊びに来てください、うん、はい、皆さん足を運びましょう、詳しくはオフィシャルサイト SNS チェックしてください。今夜のゲスト HKT48 の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、本日6月22日発売の新曲です。 HKT48 で兄さんは何ですか。ああ、